LINE は TRUE、 あなたは信じる。千葉大転がる都市伝説紹介チャンネルともこゆきです。アンバサダーのトイです。俺最近さ、すごい危惧していることがあるんよね。はい。世の中のさ、天才ってあるじゃないですか。あ、僕、あ、その天才じゃなくて、言ったら災害の方ね。ああ、で、やっぱりいろんな種類があると思うんやけど、はい、やっぱり人間って自然の力には勝たれへんなって思う瞬間がたくさんあるんよね。まあね。で、その結果、いろんな漫画とかアニメ、映画、そしてゲームの世界に影響があるんじゃないかと思ってるんですよ。お、例えばさ、今桃鉄なんかやってもさ、昔のやつ、台風がっていう震災があったり、いや、あるよ、農作物をね、そう、噴火するイベントがあったり、あるよ、地震がとかあるじゃん、うん、今なんか不謹慎って言われちゃうんですよ。僕らの生きてる世代では一体富士山の噴火でそんな大打撃って、まあ、経験してないから当然ね分かんないけど、うん、それこそ江戸時代のさ1700年代のね、はい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 、噴火とか被害に遭った人は不謹慎なって思うかもしれないじゃんと。まあ、そうだから特にさ日本においては地震大国って言われてるからさ、はいはいはい、結構地震で今センシティブな話題だったりするじゃん。まあね、例えばそう黒ひげがさグラグラの身の能力を手に入れたからさ、じゃあ今それで発動できるんですかみたいな、うん、ちょっと難しいテーマでもあったりするじゃないですか。で今月起こったこの事件知ってます？4月17日、うん、インドネシアのルアン火山で大規模な噴火が発生しました。そうこれすごい映像なんやけど、ね、16日夜から少なくとも5回の噴火が発生してて、気象衛星ひまわり9号からの観測では、うん、噴煙は高度約1万9000メートルに到達してと推測されます。あ、これ知ってたわ。これすごいよね。もしかしたら世界的に影響があるかもみたいなね。そうちょっとね連動してんじゃないかみたいな言われたりしましたもんね。でこの結果1万人以上が避難し、火山灰で国際空港が閉鎖される事態になりました。大量の火山ガスも放出されてマレーシア方面にまで拡散しているようです。ですが今のところ大きな被害のニュースは入っていません、うん、当初は日本への津波なども心配されていましたが、そういった被害も、まあ、ありませんでした、はいはい、インドネシアは世界で最も火山が多い地域とされているんですよね、まあ、そのイメージありますね、はい、人類史上最大の噴火とも言われていますタンボラ火山の噴火もインドネシアです、はい、でこの噴火による直接の死者すごいですよ1万人やばくないっすか。やば。噴火をきっかけに起こった、まあ、不作とか疫病とかありますよね。これで死者10万人えぐいね。やばくない。でも噴火は止められへんからな、ね、火山の噴火は人類にとっても大きな自然の脅威となるわけです。そうね。で火山活動について現在研究が進んではいますが不明な点が多いのも事実です。ただそんな火山の噴火を予測できるかもしれないとしたら皆さんどうですか。まあでも避難とかに役立つんでねできた方がいいですけどね。そうです。うん、何事も成就しない日。原稿変わった？違います。ちょっとねスピ系にも一瞬聞こえるかもしれませんが、はい、見てる皆さんにとってすごい大事な話をします。皆さん不成就日という言葉聞いたことありませんか？まあなんか逆の日ですよね。運気がないっていうか。そうなんですね、うん、なんかさ今日は運気がいいっていう日もあれば今日はそんなにやってもダメだっていう日は人間あるじゃないですか。だからこれある程度統計やから、まあ、信用できるというか。そうあるらしいですよね。未だに日本のカレンダーにはさ、うんうん、大安吉日とかさ、まあ、いろいろこう書いてあるじゃん、まあ、仏滅を気にしてねその日は結婚式しないとかね。そうそうそう、うん、まあそんな関係ねえわって思ってる人も多いと思うんですけども、まあ、もちろん未だに古くからカレンダーに書いてあるにはそれなりにやっぱ意味はあるわけだよね。そうですね。で不成就日には悪い運気がやってくるというふうにまあされておりまして、はいはいはい、まあ、極力大きな行動は避け、まあ、静かに過ごすのがいいというふうにも言われています。はい、不成就日は日本の暦の中に登場する概念で、もともとは中国の六曜などから来ているのではないかと言われております。六曜わかりますかね。先ほどカレンダーの例えしましたけども、うん、大安とか仏滅、まあ、縁起のいい日悪い日を表すものですよね、はいはいはい、でこの六曜と同じく先日もまたその日の吉兆を表すものです。ほうほうほう、はい、不成就日は先日の一つで実感十二支の組み合わせによって決められます。この先日の仲間には一粒万倍日や転写日があります、はいはい、不成就日とは反対の意味をまあなしているということなんですけども、まあ、縁起がいい日というのはねこっちの方はね、うん、よくあの今日は一粒万倍日だからねなんか始めようとかね、うん、そういう感じでよく使われますけどね。これなんか最近っていうか今年よう聞かへん。聞く。まあでもただね今年2024年の1月1日まさにこれが当てはまってたんやけども、うん、大きい地震が起こっちゃったんでちょっとこれ言うのがちょっと不謹慎みたいな時期もありましたけども、まあまあ、なぜ突然この不成就日の話をしたのか僕はね、はい、言いますとそれが火山噴火との関係があるように思えちゃうからなんです。
まず2024年4月の浮上受備は4日、9日、17日、25日となっております。だいたい月に4回は浮上受備が存在するんですね。はい、そして冒頭で紹介したインドネシアルワン火山の噴火が4月17日、はいはい、これは浮上受備と一致しております。ただこれだけではね、ちょっと視聴者の皆さんはいやたまたま一致しただけやんけど思うでしょう。そう思うけどね、はい、でそこで1900年以降の大きな火山噴火の日時を遡ってみたいと思います、はい、まずは記憶に新しいのはこちらですよね。2022年のトンガの大噴火、ね、やばかったね、はい、南太平洋のトンガ王国にある火山が噴火を起こし日本にも津波が届いたほどです、はいはいはい、このトンガの噴火が起こった2022年1月15日の翌日、16日が浮上受備にあたります。次に1991年のピナツボ山の大噴火、400年ぶりの大噴火は周辺地域の数万人を避難させるまでになりました、はいはい、また火砕流などの影響で周囲の町は壊滅、数千戸の家屋が倒壊するなどの被害を出しまして死者847名、行方不明者23名の大惨事となりました、はいはいはい、そんなピナツボ山の大噴火は6月15日に発生、この翌日の16日が浮上受備に当たります、はい、さらに火山噴火を遡ると1980年アメリカにあるセントヘレンズ山の大噴火があります、うんうんうん、この時の噴火により山の標高は 2950m から 2550m に減少、これさすごない 400m も変わるやばやばい、自然のエネルギーってほんまにすごいよな。200軒の建物と47本の橋が焼失し、はい、57人の命を奪ったと記録されています、一方で事前にハザードマップを活用し立ち入り制限を行っていたことで被害を最小に今留めていたというふうに言われていまして、この噴火以後ハザードマップの重要性がさらに注目されていたということです、ね、まあ、実際役立ちますって言いますからね。そうなんです。セントヘレンズ山が噴火したのは5月18日、この1日前の17日が今度は浮上受備にあたります、はい、そして1924年に日本の西表島で起こった西表島北北東海底火山の噴火、津波の心配はありましたが大きな被害はまあ幸いなかったということです。でこの噴火が起こったのが10月31日、この日は浮上受備にあたります。でこのようにですね、1日前後のズレはあるんだけども、だいたいピンポイントでそこをめがけてくるということが大噴火の特徴。なんでこんなこと起こるんだろうと。捨てられた暦の秘密、うんうん、現在僕たちが使っている暦はグレゴリオ暦と言われていまして、ほいほい、1年が365日、1ヶ月をおよそ30日としています。そうですね。では昔の暦はどんなものだったのでしょうか。ほいほいほい、浮上受備は十干十二支の組み合わせで決まると説明しましたが、十二支は皆さんも干支で知っていますよね、うん、実はこの干支を発明した中国では十干十二支のことを干支と呼ぶんですって。なるほどね。じゃあ日本やったら十二支が干支やけど中国は十干まで含めて干支なんや。そうなんです。甲乙丙で始まる10種類を指すんですよ。へえ、これ実感が。へえ、へえ、そうそうそうなんですね。へえ、はい。そしてこの実感と十二支の組み合わせで60の周期を作り、まあ60日、60ヶ月、60年というサイクルの暦を使っていたとされます。なるほどなるほど。はい。もちろんこの暦を天体の動き、うん、まあ特に太陽と月の動きを取り入れてはいるんですけども、うん、まあ、実感と十二支にそれぞれ意味があると。中国の歴史書である四季によりますと、実感は生命の循環を示しているとされていまして、まあ、例えば甲は草木の芽生えを表していて、乙、うん、はまだ成長してないかがんでいる状態ということを表すということですね。そして十二支に関してですけども、これに皆さん驚きますよ、はい、実はね、ウシトラなどの動物は覚えやすくするための当て字なんだ。動物自体に意味がないんやって、これ。あ、そうなの？そう。まあ、例えば牛。この元々の漢字は、中だったということで、ほう。紐とか絡むって読むよね。はい、そうですね。うん、で、これは目が種子に絡んで伸びきることができない状態を表してるということなんです。そして、ウサギよね、うん。これも全然関係ないんって。もうこれ、エトと中尾でしか見ないもんですよ、ね。そうだな、中尾、うんうん、中尾の印象めっちゃあるもんね。マジである。元々の漢字は、この棒、茂るなんですよ。へー。TOKIO のね、城島茂さんの茂ですよね。確かに確かに、はい、草木が地面に茂る、まあ、状態を表しているということなんです。うーん、ね、だから干支ってなんか神様の前に来た順番だとかね言われてたりしますけど、意味ないんや。じゃああれ後付けの設定ってこと？後付けやん全てはつまり実感十二支は60日や60ヶ月という天体のサイクルに春夏秋冬の季節の移ろいを当てはめたものだということですね。古代の人々は日々の生活の中で自然を観察し、そして感じることで、まあ、世界と共存していたと考えられる。はい、そういった自然のサイクルをベースとして生まれてきたのが戦術という、まあ、仕組みです。はい、その中で複
吉とされる不成火が火山の噴火と一致してきてるんじゃないかということなんですなるほどね、うん、自然との距離が遠くなる日本人古代の人が自然と共存することを目指していたのに対して現代の僕たちはどんどん自然と距離が遠くなっていくようにも思いますよね東京砂漠で暮らしてると余計ね なんでその言い方するの感じます自然いやもう感じないけど感じないでしょだから逆にさ都会に住んでると自然のためにお金を使ってとかあるよねありますよ逆に贅沢というかさとにかくもともとその大阪出身やからそんな感じないかもしれないけど俺は静岡出身で目の前が山やから特になんか違和感を感じるねもう俺山言うたら六甲山ですもんね極端に見える極端なのよねスピリチュアル的な話ではなく空気の変化や木々の成長など自然の変化を感じることが当たり前だった古代の人々に対し現代の僕たちの意識時間というのは、まあ、スマホとかねインターネットの中に集中し日々を過ごしてしまっていることはこれは紛れもない事実ですよね。そうね。だいたいさ僕田舎出身なんで影がこんだけ伸びたらまあこんな時間なんだろうなみたいなことをなんか感覚でわかるんですよ。すごそう当時はさスマホとかもなかったわけで、うん、そういうなんかそろそろ帰ろうかみたいなその体内時計みたいなのがちょっとすごい正確にあったんだと思うんだよな我々も森って言ったら森ビルしかないわけじゃないですか全然違う東京砂漠では、うん、コンクリートジャングルのねそうですよ東海君はよくさ僕は方向感覚がいいって褒めてくれるけど僕はその結構当たり前だと思っていて田舎の感覚としてはそうだからその辺の環境の違いなのかな環境の違いが操作してるのかもしれないけどこれ何か弊害があるかっていうと、はい、自然がその噴火や地震のような災害をね、うん、事前に教えてくれてた合図をしてくれたとしても、うん、僕たちはそれに気づけなくなってしまってると思うんですよはいはいまあ戸谷くんもねあの犬飼ってるじゃないですかはいその犬がさ何かちょっといつもと違う動きしたら、うん、お腹痛いのかなとか、まあ、いろんなことを察知するけど僕は分からへんわけやんか、はいはいはい、っていうようにその環境にいなかったら何かの異変に気づきにくくなるんちゃうかと確かに、はい実際災害の前には自然のねサインが必ずあると言われていまして、うんまあ、例えばその火山の噴火もある日突然起こるわけじゃないですああでもこれ前触れあるって言いますよねそう前触れの一つと言われているのはこちら、うん、地鳴りですよねはいはい地鳴りというのは地下のマグマの動きやガスの移動によって起きる低周波の音のことです、うん、だからあんだけの自然エネルギーが一気にこうバーってくるときって急に確かに確かにバーンって人と同じじゃない、うん、バーンって急に起こる人いないじゃないですか普段優しい人ほど溜まっていたものがバーンってなる瞬間でやっぱそのじわ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 何か動きがあったと思うんですよそれと似てるんじゃないかなと思ってまあでもすごい急に起こったように感じますけどね感じますけどねだからその微弱の何か出てるものがあると思うんですよなるほどなるほどでこの音ですよね音低周波なんで、うん、この聞こえる場合火山活動が活発化してる可能性があると言われていまして、はい、地鳴りは必ずしも人間の耳に聞こえるわけではなくて、うん、観測には特別な機械が必要とされております、ただこれは人間には分からないだけで、うん、他の動物は感知できたりします海の中の生物なんかまさにそうだよね人間には聞こえない周波数でさ会話してるじゃんなんか海の中で人の耳には聞こえてないものも世の中にあるということをまずね知らないといけないねまあでもこれ本当にすごくて、うん、やっぱその犬飼ってから犬エピソードみたいな都市伝説を聞くんですけど、はいはいはい、その散歩の時に自由にさせましたと、うんうんうん、そしたらもう1キロとか離れているその飼い主の子供が遊んでる公園まで案内してくれるとか1キロも離れてたら分かるわけないじゃないですか、うん、でもそこにたどり着くみたいなことが何度もあると初めて行く場所いやその道は知ってるんですけどあそれいるところは分かるんだ そこにこの時間タイミングでいるってことが人は分かんないのに、うんうん、犬は分かってるみたいなあやっぱあるんやねそうだから多分匂いを遠くから辿ってるか音を聞いてるか嗅覚がね優れてるっていうもんねそうだから耳が良かったらこう地震の変調みたいなのも聞こえるんじゃないかな音がねえねえその地震が起きる前はナマズが暴れるとかねよく有名な、ね、話ありますけど、うん、一説によるとそのナマズってねその普段から水の底に体をくっつけてる、うんうんうんまあ、生き物でね人間が感じることができない微弱な揺れを感じるからとも言われてるんですよ電磁波を感じるからみたいな説もありますよ ね1850年代に日本各地で発生した安政の大地震の記録には、うん、風刺画としてナマズの絵が多く残されていますねあ昔はこんな大きいナマズがいたんですね化け物やないか逆に地震よりこっちの方がもう脅威やと思いますよまあまあ確かに、はいうん、つまり江戸時代から地震とナマズは、まあ、関連付けられていたわけで、はいはいはいまあ、科学技術も発展してない時代にどうやってナマズに注目したいのかとまあその辺にいっぱいおったんじゃんそれもあるかもしれないけど実際1855年に発生した安政江戸地震の記録では、うん、地震前夜に多くの人が異常な地鳴りや動物の鳴き声を聞いたというふうな記録もありまして、そしてそれらを聞いた一部の人々が家族を連れて、まあ、事前に避難していたことで助かったということもあるんですって、まあ、カラスがいなくなるとかも聞くよね、うん、でもさ都会で暮らしてたらさ、うん、カラスがいなくなったことにすら気づくの遅れるよな田舎だったら多分分かるの共存してるんやから、はい、でも俺今日カラスいないなとか思いながら歩かへんやんトリートメントしに行ってるんかなとか思いますよね田舎
ったら。そのカラスじゃないですよ。あ、違うんですか。そう、堀川亮さんの声優さんがやってるキャラじゃないんですよ、はいはい、あ、違うんや。違います、まあ、これはまさしく自然からのサインを軽視せず身を守ったという、まあ、記録だと思うんですけど、うんうん、まあ、他にも科学的根拠ないんだよ、ないんだけども、はい、災害前の動物の異常な行動としまして、はいはい、ネズミが街からいなくなる、うん、言って渋谷からもネズミおらんかったら、それは異常事態やな。異常事態これね、はい、カラスが大群で空を飛ぶとか、あ、これは確かにありそうですね、はい、犬が遠吠えし猫が外に出ようとすることとか、まあ、犬の遠吠えだけは当てはまらんと思うけどな。わかんない、遠くの仲間に異常をどん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 こうなリレー方式で知らせてる、明らかに遠吠えするんかな。よくしてるで、あの、うん、一人になった時に周りの人を呼びたくて、うん、ふぅって。でそれはまださ子猫で経験が少ないからじゃん。あ、子犬ね。子犬やからね。そうそう、だからそ大人になっていくとさ、うん、その犬ネットワークも多分してると思うんですよ、いろいろ。でも非常事態だけはちょっとあの島とか縄張りとか喧嘩とかせずにちょっと遠吠えでちょっと知らせていこうぜみたいな、まあ、あるかもしれないね。知らんけどね、うん、あと有名なところでね、深海魚が浅瀬に出てくるとかさ、あ、そうそう、竜宮の使いとかね、あるわけですけど、うん、サメとかね、うん、現代に生きる僕たちはその噴火や地震を予測するために科学技術の発展が絶対必要やというふうに思っていて、まあ地震学者とか見ますからね。そう、まあ、確かに科学技術があれば客観的にかつ正確に予測できる未来が来るのかもしれません、うん、まあ、ただ僕たちが考えている以上に自然の仕組みは複雑で、科学技術では予測できるということが考えること自体が、まあ、大きな間違いなのかもしれないということなんです、うん、そのため自然と共存を目指していた古代の人々の生活に注目することは都市伝説でも何でもなく、最も確実な災害対策なのかもしれないということなんです。昔からの知恵でね、乗り切ろうっていう。そして頻発する地震への対策として、僕たち日本人は今まで以上に自然のサインを感じ取る必要がまああるんじゃないかということです。そして地震の他にですね、僕たちが注意しなければいけない災害、はい、これがですね、報道にも言いました富士山の大噴火ですね。まあいつ起きてもおかしくない状態ですからね。明日噴火するかもしれない富士山。富士山科学研究所の吉本さんによりますと、うん、富士山の噴火を予測するのはとても難しいと言います。俺でも言えるね、これそれは。俺これ絶対言うと思ったもんな。ただ予測するのは難しいですよ。難しいよね、うん、地震はプレートの歪みで発生することだけは分かっていますけども、はい、このプレートの動きは一定の速度なのである程度周期があります、うんうんうん、ところが火山の噴火についてはマグマが生成されて地表近くまで上がってくるまでに様々な過程があるため周期を見つけにくいんであって、うん、そのため吉本さんは火山にとって明日噴火するのと10年後に噴火するのとは実はそんなに変わらないと言ってます。ちょっとギリ俺じゃ言われへんことやね。富士山のね一番最後の噴火ってのは、まあ、先ほど言った1707年ですかね、宝永のね、はい、大噴火ですけども、この噴火は記録が残っている全10回の中でも最大なものとされています。でちなみにさ、今画像出てるから分かると思うんだけど、宝永の大噴火って上からこう出てるわけじゃないですよね。この間くらいからポーンってこう出てるんですよ、うん、どっから出るんやっていうね。そうだから大体さ、ちょうど東京の方向いているわけですよ、うん、これはね。で逆に今度は大阪の方向いてることだってあるかもしれない。なるほどね。っていう怖さはまああるわけですよね、はいはい。でこの時の噴煙、上空 20km まで上がったということなんです。 100km 離れた江戸の町にも火山灰が積もったとされていますから、すごいよね。で先ほども言いますように、中腹の部分で、まあ、噴火が起こったということです、はい、でこの噴火による具体的な被害は記録されていませんが、江戸の町では地震の後雷鳴が聞こえ、黒い雲が広がり、空から灰が降ってきたと、まあ、記録されています。終わりや。終わりやな。だって多分江戸時代の人も世の中終わったと思ったやろうな。思ったよ ね。その灰は数日降り続けて、うん、5から10センチほど積もったということなんで、ね、一瞬だけじゃないじゃんって、まあ、その結果関東の農作物に大きな被害を与えたということですね。そしてこの宝永大噴火から300年以上、まあ、富士山って今沈黙を保っているんですよ。これなんで300年間噴火しないのか、これ分かってない。そうね、はい、そもそもそういうサイクルじゃないのって思う方もいらっしゃると思うんですけど、違うんすよ。そう、奈良時代から平安時代くらいまでは頻繁にですね噴火がされたという記録があって、この令和に同じ噴火のサイクルが来てもおかしくないわけですよ。嘘ついてるんかもしれんけどな、うん、サイクルがあったっていうのは、うん、あ、え、なんで見てへんやん、地層とかで適当に見て、うん、富士山の噴火じゃねえみたいなことをでっち上げた、うん、でも当時からなんか書に残ってたりもするらしい。書に残ってなんか何もでも偽造できるからやば。もし富士山が噴火した場合、2時間ほどで新東名高速道路に溶岩が到達。それは ETC 加入してもらうのは困るで、なんで払ってもらうのは周東名。お金を払うか払えへんかの問題じゃない。多分横断してるから。なんで高速道路と一緒に移動することになるの。高速乗ってくるいや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 高速乗った方が遠く行けるやんみたいな。それ名古屋行くねん。びっくりする。
のそれ。そして5時間程度で東海道新幹線の線路、東名高速道路に到達し、交通網が寸断される、うん、だから東京から大阪への移動手段がほぼなくなります。陸路においてはこのように現在ある程度は溶岩の流れなどを予測できるので、富士山噴火の際のハザードマップも用意されています。もう進撃の巨人みたいな壁作っといたらいいんちゃう。あ、溶岩止めますみたいな、ウォールマリアを。そう、理論上 100% 溶岩止めれますみたいな。なるほどね。でもそれ作るだけでもえぐいお金かかるやろ。あ、なんか静岡やから反対されるかもしれんわ。同じ静岡としてちょっとなんかすっごい複雑なんやねもううん、まあ、いや言うなよとか、はい、これは、うん、いろんな意見があると思いますから、はいはい、ただ実際にハザードマップなどを用いてその避難することで直接の被害を避けたとしても、うん、まあ、先ほど説明した交通網の寸断とか火山灰による飛行機の使用不能とか農作物の被害を考えますと、経済的な被害なんと100兆円から200兆円。それって水原さんより上やね。当たり前やろそんな。やばいね。まあ、何と比較してるんですか。まああれも大谷選手からしたら災害みたいなもんですけどね。でも本人何も気にせず調子よさそうですけどね。いやもうほんまにすごいだ、ね、いやお金じゃないんやろな。そうね、もう彼の人生ってすごい、うん、南海トラフ地震で想定されてる被害総額が220兆円ですから、それに匹敵する災害が富士山一発の噴火でなってしまう、ね、いやでもこれマジで連鎖して両方来たらクソやばいな。いやこれ両方が一番怖いっていうか、ありえそうやろ。400兆やろ。桃鉄でもそこまでなかなか借金はできませんよ、ね、キングボンビー以上やん。そうよ、それやばいって。ボンビラス星みたいな状況になってしまうやろってなあ。ただ富士山噴火の最悪のシナリオはその東亜君と言うように連動することなので、はい、南海トラフと、これ南海トラフのね、そのユーラシアプレートとフィリピン海プレートの、まあ、境目のエリアじゃん。まさにこれぶち当たってんのよな。確かにね。実はですね、この南海トラフを東に辿っていくと、その先に、まあ、駿河トラフがあるんです、うん、でその延長線上に富士山があるんで、うん、マジトリガーなんですよね。めっちゃその地表スレスレまでも来てるかもしれないよ、もう、はい、マルコマンからね。一回なんか怒らせたらもうえらいぐらい切れ散らかす上司と同じような状況になってますね、はい。まあ、そのため南海トラフ地震が起こるとその影響で富士山も噴火する可能性があるというのが今の見解です、はい。政府のシミュレーションでは南海トラフと同時に富士山が噴火した場合、死者は約34万人に上ると。とんでもない規模の災害が起こることはまず違いない。ただ専門家である富士山科学研究所の吉本さんがおっしゃるように、火山の噴火という自然現象を僕たちは予測することができません。それは俺でも言えるけどね富士山の噴火は明日にでも起こるかもしれません。そうやね。それは僕たちはどうすることもできれば現実なんです。火山や地震と共存していかないといけない僕たち日本人はですね、専門家に頼り切るのではなく、日々の自然に対する感度を上げていかないといけないのかもしれません。あのワンピースでもね、波がね向こうから嵐が来るみたいなのを肌で感じて読み取ったりしますけども、やっぱ船乗りってある程度天候が読めたりするじゃないですか、はい。それと同じように何となく自然に対する嗅覚っていうのを持っとかないと、あれなんかもう一気にやられちゃうから、ちょっと自然と触れ合うのにしないみんな。まあ、実際デジタルデトックスにも足を砂につけるとかすごい効果があるらしくて、そうだからやっぱり人類にとってね、うん、自然っていうのは相当大事なんですよね。ちなみに冒頭でも紹介した浮上時日が2024年すでに決まっておりまして、うん、4月とまさに今日本日の動画は無事公開されているのでしょうかという状況でございます。じゃあもうちょい早く出した方がよかったよ。なんで？だって備えられへんやん。あ、確かに備えろってできひんやん。あ、確かに確かに。今日だったらあっちゃー7時やから終わってるかもしれない、ね、多分裏で流れてる小闇なんてまだ見てない人たちは、トラックは犬飼い出したことに一番ビってるかもしれない。確かに同じ日か。同じ日ですよ多分これ。確かにやばいね。裏ではですね、トラックの可愛いお子様のね映像が見れますので、ぜひ見てください。で5月だと3日11日19日27日となっておりますね。それさ、うん、打席立つ回数多すぎるって。打率 0.005 割ぐらいやろ。かすいやいや、もちろんですね、その日付近に起きる可能性が高いから、古代の人をバカにするような備えることは大事かもしれないけど、さすがにそんなに毎月4回とか5回とか備えとったら逆に警戒心薄れるって。あれ、うん、浮上注意やりすぎ。そんなあんま気にしとったら生きてかれへんから。うん、まあ、全ての日で何かが起こるわけではありませんが、古代の人々が作った仕組みを少しでも気にしてみて、自然に対する嗅覚をですね研ぎ澄ましてみてみるのもいいんじゃないでしょうか。うん、まあまあ半分正しい、半分打席多すぎやなみたいな。まあでも統計なんでね、これもね、いわゆるね、それはね、うん、その通りよ。実際一粒万倍日とかね、うん、物事をやるといいみたいなことはね他方から聞くんで、ん僕はあんま実感したことないんですけど。だってさ、そのなんだマットさんも動画出してたけど、はい、スピリチュアル的になんか開運日とかを気にしすぎる人の方が統計的に不幸になる人多いんやって。てかさ、今法医学とかめっちゃ信じてる人がさ、今マジでほとんどの方位なんかの今日らしいんですよ。もうどこも行かれへんみたいな
逆に意味あるんかみたいな。発砲塞がりやん。そう、本当に発砲塞がりみたいな状況で、まもなく死にゆくボンバーマンと同じ状況にあるっていう。そうで、僕はそんなことを思ってこの X 見てたんですよ、うん、そしたら北極点に家を建てると全ての方向が南になるため方位学が機能しないっていうツイートがあってそれはそうやなと思って、だから方位学は参考にするとか、 なんか自分の気持ちを上げるためとかで使うのはいいと思うんやけど、気にしすぎるのはマジで良くないから、まあ、これも日常の備えは大事やけど気にしすぎはどうかと思うで。でもね、あんまりそういうのは俺信じないタイプやけど、うん、自然に対するっていうところが今回キーポイントだなと思った。いや、それはそう、自然はマジでそうだなと思うんだよね、うん、だからそのよくあるその結婚その大安の日にとかさ、いろんなことがありますけど、はいはい、そういうのだけ俺は本当に信じないんですよ。別にいつやったって別れるやつは別れると思うし、でも別れたら別れたので今度さ、いやいや、それは丸々さんにとってふさわしくない人がいたから別れて正解だった、だから大安でよかったんだよみたいなことで前向きに言うんやけど、その次も離婚してたからそいつ。いや、でもそれはその丸々さんにとってまた良くない人やったんですよだから対案では良かったんですよ。別に対案が悪いわけではない。対案パワーで何とかしてくれやと思ったんだから急にひっくり返ったらあかんねん、多分今日テラこの森あのさっきまで逆やったから、あれ急にこっち側で来られたら俺がびっくりしちゃうから今。じゃあこれを言うと、うん、スピ界隈の人しか分かへんくなるから、うん、それは注意なの。俺前も言ったんですよ、あの小屋ミナティの、俺小屋ミナティの方結構本音でめっちゃ喋ってくから、こっちでも本音で喋って、そうマジで、うん、あのね、予言と縄文信じきる人マジでやばい、うん、まあまあ参考程度にとかね、プラスになるマインドになるためにいいんだけど、押し付けがすごい。いやいや、でも縄文はすごいよ、やっぱ日本人古来のパワーがあの時代には詰まってますから。わかります、いや、わかる、落ち着けるよ、好き、はい、テーマとしては好きなの。最近ジョセフ・ティテルもすげえ当たるから、やっぱ調子いい予言者ってのは間違いなくこの世に存在するから、ガチモンが今ね、ちょっとあの縄文が来てるから、そう縄文って言っときゃええわっていう予言者多いから、本当にまあそういうね、パチモンはいっぱいいますよ予言者は。そうだって縄文まで行ったらさ、うん、期間が長いじゃん、まあ1万年ありますからね、歴史のね、だから縄文の精神をとか言うけど、知らん縄文人のどうなんとかって思っちゃうさ。そんなことは日本人本来の良さがそこにはありますから。ただ僕からのね、はい、なんかアドバイスというか僕が思うことは、今日が大安か吉日かとかそういうことではなく、いつも自分の運がいいと思い切る方がいいですよ。それは、うん、でもやっぱそうよ、やっぱ運がいいと思ってる人は運が良くなるっていう統計も実際あるんですよ、うん、そうだから毎日が大安なんやって思ってるぐらいの方がいい、絶対に。そうね、そうだから人にあんま左右されない方がいいと思うな。だ自然だけはね、なるべくこう敏感になってた方が俺はすごくいいと思うね。そう、普通さ、嵐が来るとかさ、じゃあ明日めちゃくちゃ寒くなるっていうのは本来は命に関わることやんか。そうよ、ね、それを事前に察知できる能力が世界の人々にあったはずなんだよね。だって生き残れないから。そうね、普通に。でも今それってあんまないないね。だからそれってすごく良くないなとは思ってる。確かに確かに。別に磨く必要ないかもしれないけど、やっぱそういうことにね、感覚があった方が情報も多分正確に拾えていけるような人になるんじゃないかと思うけどね。うちの観葉植物枯れてんな。どうでもいい、あんたが枯らしたよ。なんか家の中で飼ってたんですよ、観葉植物が、うん、元気なくなってきたんですよ、うん、1年ぐらい経ったら、うん、だから多分こいつはもうあったかなってきたし、外出したらなあかんのやと思って外出したんですよ、うん、一瞬で枯れてめちゃめちゃ悲しい気持ちになったよ。あ、俺さ、ちょっと犬の話が出たからね、はい、するんやけど、家で飼われてる犬って、うん、じゃあ例えばね、トウヤくん家がすごい災害にあって家潰れました、トウヤくんも死にました、でも犬だけ生き残りましたって言っても犬生きていかれへんねんてな。そりゃそうやで、ね、猫は生きていけんなって、飼われていた猫でも。知らんかな、この差って何なんですかね。この差だよ俺はピンポイントであの富士山の溶岩がパーンストライクみたいな俺だからね、ちょ、本当に冒頭で言ったことが全てなんですよ。何？漫画とか SF とかの方が不謹慎って言われるのだけ嫌なんですよ。あ、まあね、だからこれからだってさ、ルフィもどっかで絶対赤犬とは対峙すると思うんよ。その時富士山のタイミング来てみんや、ビフステイクのとこ目も当てられへんやん。赤犬が吐きだけで戦う能力はーすな、能力を失っちゃうみたいなこと設定するしかない。まあまあ、もうワンピースの話、こっちのチャンネルじゃなくて、はい、もう最近あの飢えてるかワンピースの話。じゃあ出ろ横谷ちゃんはい、あっしゃ2024年最初の海外調査、舞台はグアム。観光地として人気なこの場所にまだ誰も知らない秘密が眠っているというのです。巷には転がらない都市伝説です。本当の真実を目に焼き付けよう。失いやしないよ、思うがまま君を連れて羽ばたきたい。秘密でもいい、秘密の通り、夜空に飛び立つ心象のストーリー。